おたおじさん、ちょっといい？大事な話があるんだけど。どうした？佐野から連絡が来るなんて珍しいな。仕事で家を出たっきり、それっきりだったのに。私実は、今度結婚することになったの。一応、育ての親には教えてあげようかと思って。え、佐野が結婚だって？もう、彼の親にも挨拶していて、式の日取りも決まってるの。来月中旬に行う予定だよ。来月中旬？そんなのすぐじゃないか。どうしてもっと早く教えてくれなかったんだよ。それに結婚するなら、俺だって、サナの彼氏さんに会わないと。わざと教えなかったし、会わなくていいから。え？コウタおじさんには感謝してるよ。交通事故で亡くなった姉夫婦に代わって、姪の私を育ててくれて。でもぶっちゃけ、最低限の感謝しかないんだよね。サナ？内心はコウタおじさんのことをずっとロリコン変態やろうと思ってた。独身でおっさんのあんたより、お金持ちで裕福なおばさん夫婦のところに引き取られたかった。だからコウタおじさんには私の結婚式に出てほしくないんだよね。ちょっと待って。いろいろいきなり言われて頭が追いつかないんだが、まず俺のことを、ロリコン変態野郎だって？だって、私が引き取られた時ってまだ8歳だよ。そんな私を独身で結婚も育児経験もない人が引き取るなんておかしいもん。私ずっとあんたはロリコン変態野郎だって思ってたんだから。なんて誤解なんだ。俺は姪っ子だから、姉の子供だから育てる決意をしたんだぞ。俺が引き取っていなかったら、サナは施設に行ってただろうし。施設行きにならなかったことは感謝してるよ。でもやっぱり、引き取られるなら裕福なところが良かったよね。おばさん夫婦みたいにさ。そりゃ、俺は独身だし、給料もそこそこだし、でもだからって、そこまで不自由な思いをさせたことはないはずだぞ。確かに親戚のおばさんたちは金あるけど、あの人たちは子供嫌いだし。そうやって言いくるめて私を無理やり引き取ったんでしょ？このロリコン変態野郎め。ちょっと待て。めちゃくちゃ誤解されてるぞ。俺は絶対の絶対にロリコンなんかじゃない。ただ、姪っ子を施設に行かせたくなかったんだよ。そういう言い訳はいらないのよ。当時8歳の私と一緒に暮らしたかっただけでしょ？この変態野郎め。もしかしてその時からずっと俺に対してそう思っていたのか？だからずっと俺によそよそしく？当たり前でしょ？あんたなんか一度も信用したことないわよ。だから大学卒業後もすぐに家を出たの。サナ、一旦冷静になってくれよ。俺は実の子供でもないお前を引き取ったんだ。ちゃんと立派に育てたし、大学にだって進学させた。そんなこと、ただの変態ロリコン野郎じゃできないだろ？じゃああんたはただの変態じゃなくて特別な変態さんなのね。え？この可愛い私となるべく長く一緒に暮らしたかったんでしょ？だから私のガキを出していたんでしょ？そんな理由で大金をメイコに出せるか。知ってるだろ？俺は仕事以外にも週3でバイトしていたんだぞ。全部サナのためなんだぞ。ロリコンのあんたにとってはご褒美みたいなものでしょ？私が使うお金を稼ぐための労働、とっても楽しかったでしょ？は？私は結婚したら彼の家に嫁ぐの。それっきりあんたとは縁を切るから。一生私の前に現れないでよね。縁を切るだって？俺を結婚式に招待しないばかりか絶縁までするっていうのか？そうよ。それと結婚式は心配しないで。私の両親の席にはおばさん夫婦に座ってもらう予定だから。え？あの子供嫌いのおばさんたちが？私の親代わりとして来てくれないかってお願いしたの。大喜びで引き受けてくれたわ。俺がサナをここまで育ててきたのに、一緒に暮らしてもいない人たちが親族席に座るなんて。あ、そうそう。それともう一つ大事な話があったんだわ。次はなんだ。娘同然のサナに変態と言われて、俺の心はボロボロだぞ。あんたの心なんてどうでもいいのよ。それより私の両親の保険金1000万よこしなさい。そのお金は実の娘に使う権利があるはずよ。え？どうしてお前がその存在を？それもおばさん夫婦が教えてくれたの。あんたは私を引き取るときに保険金まで受け取っていたって。あんたってロリコンの上にお金にも強欲だったらしいわね。そんなの誤解だよ。俺はちゃんと娘のサナに渡せるように預かっていただけだ。変な使い込みなんてしていないよ。それじゃあ1000万丸々ちゃんと残ってるのね。まあな。よっしゃー。これで結婚式費用も新婚旅行費用も支払い余裕だわ。ロリコンのくせによくやったわ。育ての親をロリコン言うな。くっさい。事実を言って何が悪いのよ。独身のくせに姉夫婦の娘を引き取ったロリコン変態野郎め。あんたとは絶縁するからとっととお母さんたちの保険金をよこしなさい。ああ、わかった。言われた通りにしてやるよ。それじゃあ保険金と一緒に多額の借金もよろしくな。え？保険金も借金も全部お前の母親のものだからな。
どっちものしつけてさらに送りつけてやるよ。俺はもう知らないからな。娘として尻拭い、頑張れよ。あ、ちょっと待ってよ。お母さんの借金ですって？何よそれ、どういうこと？俺の姉夫婦、お前の両親が事故死なのは知ってるよな。当たり前じゃない。その時に家でお留守番していた私だけが無事だったんだから。ならその事故が自損じゃなくて、他の車を巻き込んでることを知ってるか？え？姉夫婦の飲酒運転で反対車線の車を巻き込んでいたんだよ。幸い相手方は命に別条はなかったが、片足に障害は残ってな。え、何それ、そんなの知らないよ。私お母さんたちが事故で亡くなったことしか知らないよ。親戚みんな事故の話をタブー扱いしてるからな。知らなくて当然かもな。そしてその相手方の慰謝料を俺が今も肩代わりして支払っているんだ。え？慰謝料？姉夫婦の起こした事故のせいで相手方には後遺症が残ってしまったんだ。その慰謝料で毎月支払いがあるんだよ。でもそういうのって普通保険会社が払うもんでしょ。もう大人だし私だってそれくらいは知ってるわよ。保険適用になるのは保険に入ってちゃんと保険料を納めてる人だけだ。それってもしかして。ああ、お察しの通り、姉夫婦は保険に入っていなかった。だから慰謝料も全部自費になるんだよ。相手方の車の修理に治療費に後遺症も全部で総額3000万円だ。3000万円？生命保険だけは入ってたらしくて、なんとかお金が下りたんだがな。俺はサナを育てながら慰謝料3000万円をちびちび支払っていたんだよ。生命保険の1000万には一切手をつけずにな。それじゃあこれからどうなるの？その慰謝料の残りは私が払うことになるの？当たり前だろ。お前は実の娘なんだから。もう子供でなくて結婚もできるほど立派な大人だ。両親の残した借金、頑張って返していくんだぞ。そんなの無理だよ。だって私これから結婚するんだよ。助けてよ、コートおじさん。知らん。俺はもう絶縁を聞き出された他人だ。え？慰謝料は残り2000万ほど残ってる。頑張って支払ってくれ。そんなの生命保険の1000万を入れてもマイナス1000万。私1000万の借金人生なの？大丈夫。俺は8歳の子供と3000万の慰謝料を背負ったこともあるから。それに比べたら1000万だって安いもんだろ。そんなわけないじゃん。あの、コウタおじさん、私こんなことになってるなんて知らなかったの。まさかコウタおじさんが私のためにそんなに頑張ってくれていたなんて。ああ、そんなに頑張っていてもめいっ子にはロリコン扱いされたけどな。ごめんなさい、それは誤解していただけなの。コウタおじさんはロリコンじゃない、私の大切な育ての親だよ。今さら言われても遅いんだよ。それじゃあな、結婚おめでとう。俺はお祝いしに行かないが、せいぜい幸せになれよ。コウタおじさん、お願い、今すぐ私の結婚式場に来てちょうだい。朝っぱらからうるさいぞ。それに俺はお前の結婚式場なんぞ知らん。駅前のウェディングチャペルだよ。お願いだから今すぐ来てちょうだい。親族席にはおばさん夫婦がいるはずだろ。絶縁した俺がわざわざ出席しなくてもいいはずだ。そのおばさん夫婦のせいで結婚式はめちゃくちゃになりそうなの。お願いだからあの人たちの暴走を止めてほしいの。え？おばさん夫婦が？私の親として来たから結納金をよこせって新郎家族に詰め寄ってるの。そのせいで揉めてて結婚式どころじゃなくなってるの。さすが強欲の塊だな。よく引き受けたと思っていたけど、やっぱりそういうことだったか。え？どういうこと？コウタおじさんなんか知ってるの？おばさん夫婦の強欲さは有名だよ。姉夫婦が事故った時も俺たちのことも助けもせずに勝手に家や土地を売り払っていたからな。え？だから慰謝料も何もかも払えなくて今も分割払いなんだよ。姉夫婦のマンション売却金さえあれば少しは生活も楽だったのに。嘘でしょ？あのお金持ちで裕福なおばさん夫婦がそんなことを？姉夫婦の土地もマンションも売ったから裕福なんだよ。そろそろ散財しまくりで貯金も尽きるらしいって親戚中の噂だし。つまり私の結納金をせびるために今日は出席してくれたんだ。そんなのひどいよ。おばさんたちのせいで今新郎家族がブチ切れてるの。最悪、結婚白紙になっちゃうかも。それはどんまいだな。ま、俺には関係ないけど。関係大ありだよ。娘同然の姪っ子が今ピーチなんだよ。今すぐ私の結婚式に本当の育ての親として来てちょうだい。絶縁は取りやめてあげるから喜んで来てくれるよね。ニフラム。え？消えろっていう意味の呪文だ。育ての親に絶縁宣言したくせに都合のいいこと言ってるんじゃないぞ、この恩知らずモンスターめ。
結婚式に招待してあげるって言ってるの。黙って今すぐ来てちょうだいよ。今ならお景気1000万もあげるから。それはそなたの手切れ金だ。それじゃあな、無事に結婚式を挙げられることを祈ってるぞ。噂によると、サノは新郎との結婚が白紙になってしまったそうです。あのおばさん夫婦は、本当の育ての親じゃないからと説得したようですが、むしろ、育ての親である俺をないがしろにしていたことがバレて完全に破局。その後サノは、婚約破棄の慰謝料をおばさん夫婦に請求したそうですが、おばさん夫婦はすでに借金を重ねていたようで、知らないうちに夜逃げしてどこかに消えていたそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。